今は三宮に来てますね。あっちゃん元気？久しぶりやな、何年ぶりや。こちら三宮阪急裏の三北通りですね。でこちらが三宮の駅で、ビルがね、ごっついビルがちょっとあったんでね。三宮のむちゃくちゃやっぱり変わりましたね。綺麗になって、今はねお昼の12時の7分で、今からちょっと阪急裏とかではしご酒をね友達と一緒にしたいと思います。よし飲みましょうか。もうお元気青木くん、今日は飲みますか。飲む。阪急裏行こうか。こっちより裏の方がいいやん。まずどこに？まず阪急裏行こう。あ、串が好き。1000円セット。あ、行こうか。まずは串カツ屋に行きますね、今から。久しぶりやな。もう昼からガンガン飲んだんねん。まず1軒目あの七福神ですね、串カツ。とりあえず今日はねちょっと飲みますんでね、これちょっと1200円になってます。この前1000円やったもんな。1000円からちょっと値上げして1200円になってますね。じゃあちょっとね、七福神さん、どこでもいい、入り口でいいんじゃん。あ、です。串カツの盛り合わせやんな。うん、ありがとう。盛り合わせ3人。盛り合わせ3人。はい。さっき暑いだろ。はい。で、あっちゃんについてもらおうか。何年ぶりやろ。3人で飲むのは何年ぶりや。いや、もう何十年やんな。いや、そんなになるか。なるなる。なるやん。まあ、もう再会で乾杯。おお、元気で。はい。お疲れさん。エビと串カツで。ネミと串カツとウズラで、レンコンでキスと、で最後シシト。シシト、うわ、ありがとう。めちゃくちゃ美味しそう。だし醤油、だし醤油。こっち、これだし醤油キスな。結構なんか全部それで食べる人もいますし、あ、なんか好みでなんか。でもこれうまいね。全部ソースの人もいます、ね、なんかみんなバラバラで、うん、結構でもキス、いただきます。はい、結構でもだし醤油みんな美味しい。うん、あ、怖くない。串カツにビール最高やな。あの辺もどないなっても全然わからん。ありがとう。松本やないと。はいはいはい、俺小学校一緒やった。じゃあそろそろ行きますか。ちょっとでごめんな。いや、全然だからもうこっちやな。どこ行くんすか。あー、ひじくじんだ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、美味しかった。ごちそうさんです。ごちそうさん。よし、1軒目終わったんで2軒目行きましょうか。串カツの七福神さん、阪急裏にありますんでね、よかったらみんなねちょっと一度寄ってもらったら。盛り合わせがな、6本ついて1200円で安いよな。あ、次阪急裏に行こうか。ここからあの阪急裏のね飲み屋街になりますんで、ちょっとこちらの方行ってみたいと思います。
いろんな店ねちょっと入ってますんでね、ラーメンとかね居酒屋とかもう昼間から空いてますからね、結構ゴンタがねいっぱいありますね。こちらがゴンタの本店ですね。海鮮と貝の店かゴンタ、ゴンタのゴンタ本店行く、こちらはねゴンタの本店になりますね。ああ、そう、あ、炙りの豚足、あ、ほんまやな。俺タルミのゴンタ用意、あ、ほんなら行こうか、ちょっと次ほんなら2軒目ゴンタさんで、あ、3人で、はい、どこに行こうか、ね、橋行こうか、よいしょ、じゃあこっちの席で、よし、どうしよう、とりあえず瓶ビールもらっていいですか、瓶ビール朝日で日本、あ、まだきり日本で、あ、ビールでいいの、まだビールが、みんな昼間から飲んで幸せやね。よっしゃ、2軒目ゴンタさんで飲みますか。お、そこがあの K の卒業した、順番にみんなで次やって、お疲れ。豚足は420円、メニューもないっぱいあるもんな、まあ、豚足と刺身の盛り合わせしようか、うん、ご種盛りで豚足と、うん、刺身のご種盛りで、うん、以上、ほんま後で言うて、後でも構えへん、それってあれだ、ご種盛りと本当の日ってあのマグロとトロモリのいや、めっちゃうまそうやん、ハマチか、ハマチ、あ、ハマチ呼べる、まあ、昔の人間や言うんだ、神戸、これ、すごいな、コラーゲンの塊や、豚足、うわ、すごい、足やん、これめちゃめちゃ満席ですよ、食べたんで帰りましょうか、結構人がねいっぱい入ってますね、平日の昼間でねいっぱいあるね、ほんとお父さん、今はセンター街の方に出てきました、ちょっとタクシーをね止めて知り合いの店にちょっと行きたいと思います、あの近くやけど今からちょっとね友達の店にイタリアのお店に行きますけど、はい、ちょっと近いけどねちょっと歩いたら遠いんでタクシーでちょっと向かってます、残ったね、この通り、うん、いいですよ、もう探すんでね、近かって申し訳ない、いやいや、うん、あ、すいません、はい、何年くらい、はい、あとはもうコーヒーでも飲んで、あ、すいません、うん、いい、ありがとう、はい、はい、すいません、この辺や思うんですけどね、あ、ほんまや、ここたまたま止めてくれてむちゃくちゃあるやん、ここがガッとソリアーノですね、行こうか、あっちゃん行き、ピンポンさん、お久しぶりです、お久しぶりです、俺も瓶ビール、ね、ビール、まだ瓶ビール2本と、うん、俺、うん、カンパリソーダで、うんうん、エビス と、ドライト、ドライト、うん、むちゃくちゃ美味しそう、とりあえず乾杯しようか、あ、飲まれへんやんな、飲めるよ、ほんま、飲んで乾杯しよう、な、次なん飲んで、じゃあ、カップハイボール、うん、それで
うん、いやいやいや、乾杯しよう。まあ、来るの遅なってな。よっしゃ、みんなでちょっと乾杯したいと思います。ねえ、うん、何年ぶりかな。何十年ぶりだった。せやな、もう20年以上になるな。なあ、はい、お久しぶりです。はい、乾杯。いや、嬉しい。うん、いただきます。向かる。いや、めちゃくちゃ美味しい。何？マルガリータ？マルゲ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 リータの坊じゃんマルゲリータ？おいしい。薄生地やな。薄いのはサクサクして。ありがとう。だって俺あれ以来帰ってないのに。え、青木インチに。あれむちゃくちゃ前や。そう、何十年も前や。負けるわ、俺がそれを頼むわ。俺フォークと、うん、あのこれを両方にできる。言いたいこと50過ぎてもこんな感じや。ごっつ美味しそうや。美味しい、めっちゃ美味しい。よっしゃ、帰ろうかな。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。また寄らせてもらいます。ありがとうございます。何年後やまには帰ってくるし、ね、ごちそうさん。ありがとう。買いたいと思います。おっと、これですか。 ありがとうございます。ニセリ宣伝してくれるんですか。はい、一緒に行きます。インスタも嬉しい。ヨミハンが夜僕、ゲモン好きやから。そうなんです。はい、ありがとう。どうもありがとうございます。ありがとう。今日のお仕上がってまでですね、はい、お召し上がりの有料のスプーンはいかがしましょう。4つ。はい、終わりました。スプーン4本22円頂戴します。めちゃくちゃアンゴが多い。すごい。あんこがめちゃくちゃ大きいな。これは食べ応えがありますね。赤あんを2つと白あん2つ。4個ですね。4つ、はい、ありがとうございます。と別で、はい、赤あん2つと白あん1つ。3個ですね。はい、お会計ご一緒でよろしいですか。7個で700円です。ご一緒でよろしいでしょうか。一緒でいい、はい、ありがとう。ありがとうございました。すごい、自分ほうらめちゃくちゃ並んでますね。この大きさがあるの見てもあるの。美味しそう。
めっちゃ美味しい。餃子とシューマイと豚まんと最高の組み合わせ。ありがとう。